星座。星座、星座は複数の構成が研究上に占める見かけの配置をその特徴から連想した様々な事物の名前で呼んだものである。古来様々な地域、文化や時代に応じて色々なグループ化の方法や星座名が用いられた。天文学的には構成同士の見かけの並びに特段の意味はない。プレアです。 スバルなどの三回星団を除き、星座を構成する星は互いに天体力学的な関連を持って並んでいるわけではなく、地球からの距離もまちまちで、太陽系の位置からたまたま同じ方向に見えるだけである。しかし、古来星座にまつわる様々な伝説、神話が伝承されているため、これらの物語が宇宙や天体観測に興味を持つきっかけとなる人も多く、 天文学の入門として広く、話題に取り上げられ、親しまれている。星座以外に、特定の星の並びに対して付けられた、非公式な呼び名、星群、もある。例えば、北斗七星は、大熊座の一部で、熊の尻尾にあたる、目立った七個の星が、飛車区状をなすことら名付けられた名前である。古代エジプトの遺跡で、星の並びを人などに見立てた図が発見されている。 この星座は総称してと呼ばれ、一年後360日として10日ごとの区画にある指標として用いられていたが、一部を除いて、同定されていないものが多く、現在も研究が続けられている。これが記録に残る最古の星座である。なお、現在の88星座に直接結びついてはいない。星同士を結んで星座を作る風習が後に、メソポタミア文明に伝わり、ここで、 現在の星座の原型ができたと考えられる。ただし、エジプトとは、独立して、別個に星座を作ったという可能性もある。最初に決められた星座は、王道十二星座である。物的な証拠は残っていないが、メソポタミア文明以前から住み着いていた、羊飼いによって設定されたという説がある。羊、ヤギ、牛といった家畜がすべてこの王道十二星座に、 含まれているのが間接的な証拠とされるが、羊飼いが設定した星座は十二個ではなかった可能性もある。ただし、欧米ではこの羊解説はその資料を探すのも困難で、物的資料からも星座の起源は紀元前五世紀頃とされて久しい。日本での未羊解説が信じられているが、最近の関連図書ではようやく紀元前五世紀が正しいとするものも出てきた。 これらの王道の星座は、メソポタミア文明に取り入れられ、西洋先星術の基礎となった。メソポタミアの紀元前6世紀、しは、大英博物館像には、王道十二星座を含め66の星座のリストが存在し、メソポタミアの神に基づくエンディルの道、アヌの道、エアの道に大別される。これらは古代エジプトを通じて古代イギリシアに伝わり、 ギリシア人たちは自分たちの神話体系に、これを取り入れるともに、自分たちでもさらに新しい星座を設定した。ギリシア人が設定した星座には皆神話がついている。古代ギリシアでの星座への言及で最も古いものは、紀元前9世紀のホメロスの二大女子史、イーリアス、オデュッセイアで、星座名としては、オーグマ座、オリオン座、牛イ座が登場した。 紀元前4世紀の天文学者エウドクソスは、現代につながる44星座を決定したとされるが、その著書は残っていない。代わりに、紀元前3世紀の小アジア生まれのマケドニアの詩人アラトスがこの44星を死にし、これが残っている。プレアデスとヒュアデスのに星団を星座にしている他は、ほぼ現行のものが使われていた。現代につながる49星座の設定者は、 紀元前2世紀の天文学者ヒッパルコスでアラトスのものに修正を加え、現在にすべてつながる46星座を決定した。この後、トレミーの48星座と髪の毛座を合わせた四49星座を決定したという説もあるが、その著書は残っていない。紀元2世紀、クラウディオス・プトレマイオスがトレミーの48星座を決定した。彼は髪の毛座を認めなかった。 この四十八星座を決定したものは、ヒッパルコスだという主張もあるが、著書の残るプトレマイオスの名を取り、今でもこれらの星座は、トレミーの四十八星座と呼ばれ続けている。なお、トレミーは、プトレマイオスの英語読みである。これは長く、標準となり、16世紀までは、変更が加えられることはなかった。中国では星空を天上世界の官僚気候に見立て、 星同士を結ぶ線で構成される形を星間と呼んだ。西洋の星座と違い、一星や二星といった少数の星によって構成されるものも多いことが特徴であ。古来より天文化ごとに星間の名称は異なっていたが、三国時代の陳択が一子、漢子、文な三夜の星間を統合して二百八十三漢千四百六十四星とし、以後、この体系が採用された。 なお、宋代の、蘇州、石国天文図には1440世が、国されている。星間は、西洋天文学の星座と異なり、それ、自体に星空を分割した、区画の意味は含まれていない。天球上を、ある程度の面積を持った領域に区分した、天根国は3二2 8宿の体系が作られた。個々の天区は、天の北極付近、及び、 王道沿いにある主要な保守館に巨勢が置かれ、その巨勢のある保守館によって名前が付けられている。また28宿を7宿ごとにまとめた4像があり、東方清流、北方玄武、西方白古、港方巣尺に4分された。なお、3二2 8宿や4像は保守館に基づいた付近等区分の天究分割法であるが、 中国天文学にはこの他に天球を十二の区画に均等区分した十二時や十二神といったものがあった。十二時、十二神の領域や境界は二十八宿の度数を座標形として使用することによって表された。十六世紀大航海時代が始まると、プトレマイオスが観測できなかった難点にも星が続々と見つかった。地動説が唱えられ、はじめ、 プトレマイオスの絶対的な権威は薄らいだ。16世紀末に、オランダの航海者ペーテル・ケーセルとフレデリック・デ・ハウトマンが残した記録をもとに、1603年に、ヨハン・バイエルが、ウラノメトリアに、南天の星座を描き、以後、バイエル星座として知られるようになった。この後、天道説が信じられなくなると、プトレマイオスの権威は低下し、様々な天文学者が続々と、 新しい星座を設定した。ただし、ヨハネス・ヘベリウスの七星座とニコラルイド・ラカユの十四、星座を除き、ほとんどがその後は生き残れなかった。この時代に北天に設定された星座は、星が少なく星座が設定されていなかった領域に、無理やり星座を作ったような例が多い。また、王公貴族にちなんで名付けられたものも多かったが、その他の国に認められず、ほとんどが消えていった。 その他、ドイツの天文学者で宗教家のジュリアス・シラーは、キリスト教の伝文に基づいた星座を設定し1627年に出版したが、現在はどれも使われていない。1922年にローマで開催された国際天文学連合 IAU の設立総会で、現在の88星座の名前と略語が定められ、1928年の 第3回総会で、ウジェーヌ・デルポルトが検討した各星座の境界線が採択された子により、現在使われている88の星座が確立された。この88星座は、トレビーの48星座をベースに、近世に考案された新たな星座を加えることで成立した。採用されなかった星座も数多くある。例えば、ジェローム・ラ・ランドが考案した、座は、現在は、 ウシカイや、リュウの一部とされている。これにちなんで、リュウザイータ近辺を、副射点とする、リュウには、正式に、シブンギザリ群の名が付けられている。IAU の星座分類は、名称を定義しただけではなく、各星座の範囲を厳密に決めたことも特徴である。すべての星座は、設計、石位の線に沿った、境界線で区切られている。このため、 あらゆる太陽系外部の天体は必ずどれか一つの星座に属することになる。各構成は星座内でのコードの順番などにより、キリシャ語のアルファベットと星座名を合わせ、ことザ・アルファ星などと呼ぶ。国際的にはラテン語を使い、と書く。この時星座名は俗格に活用変化させる。三文字の略譜を使い、と書いてもよい。四文字の略譜もあるが全く使われない。 構成は、星座内で、明るい順に、ベータ、ガンマ、と名付けられる。この方式で、最初の前天構成図を作った、ヨハン・バイエルにちなみ、この命名法による名を、バイエル符号と呼ぶ。バイエル符号以外の命名法もある。構成の命名法についての詳細は、構成の項目を参照のこと。88の星座とそのラテン語での正式名は、決まったが、 日本語での翻訳は特に決定的なものがなく、各天文団体ごとに若干異なる役名が使われた。1944年に学術研究会議、現日本学術会議が役名を決定するとこれが全国的に使われるようになり、その後、数度改定され、現在に至っている。また、これら学術用語とは別に、 星の並びに対して地方によって様々な故障が存在する星、星座に関する方言を参照。龍骨座、友座、保座の三星座はかつてはあるご座として一つの星座だった。北半球では星空は北極星を中心に半時計回りの方向で動いて見える。北半球において南を向いて星空を観察すると 星は東から上り西へと沈む。南半球では天の南極を中心とした星空の動きが見えるが、天の南極の位置には天の北極の北極星に当たるような明るい星は存在しない。北半球と南半球とでは星座が上下逆さまに見えるため印象も大きく異なる。極付近に近づくに従って星は横方向に流れるような動きになる。 火器は日本からの官房の例である。ここでは、大気差、山などの遮蔽物、公害、低高度での大気の影響は考慮せず、単純に井戸と星座の席位のみで判断する。以下に記載していない55の星座は、理論上は、日本のどこからでも、全域を見ることができる日時がある。なお、星は、高度が低いほど、大気の影響を受け、特に20度以下では著しく像が悪化する。 例えば、南の冠沢、理論上は札幌市から全域を官望できるが、実際には九州、沖縄まで行かないと肉眼では官望しづらい。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。